もう一回、はい、わかりました。はい、問題ないですはい、問題ないです。大当たりだ。袋を持ってこい。きっとシンクの下だ。あ、僕は取っ手を使おうかな。トマトを冷蔵庫に入れるとは、人間って無知だな。うっ、あー、わかったぞ。あんた捕まりたかったんだ。でもってあのペットショップへ連れて行かれて、人間にもらわれていけばずっと食べ物に困らないもんな。うん、冷蔵庫っていうのはいわば都会の畑。ここが俺らの餌場だ。どの家の冷蔵庫もこうなの？いや、大抵はテイクアウトの容器と特別な日のためのシャンパンしか入っていない。飲む日なんて来ないのに。それって悲しいね。ああ、悲しいよな。